それでは2016オークスを見ていただきます。まずは出走予定している有力馬からご紹介させていただきます。ジュエラー、シンハライト、チェッキーノ、エンジェルフェイス、ロッテンマイヤー、アットザシーサイド、こういったメンバーが出走予定しています。桜花賞からですね、一気に距離が伸びるオークスとなります。今回のメンバーを見ていただいていかがでしょうか。はい、ボーバーもそうですけども、3歳牝馬も非常にメンバーが強いのが揃ってますので、今年も見応えのあるレースになると思います。そうですね、桜花賞ですと4着でした。このメジャーエンブレムが NHK マイルには回ってしまいましたが、桜花賞の 1,2,3 着馬などやはり有力は出走してきますからね。はい、ジュエラ、シンハライト、チェッキーノですね、これは他の年で言えばですね、どの馬が、オークス馬になってもおかしくない、また桜花賞馬になってもおかしくない、それぐらいのね、持ち主、能力の持ち主だと思いますね。そうですね、特にジュエラとシンハライトはチューリップ賞、それから桜花賞ともども離さの決着ということで、今回が3度目のまた、決着戦になりそうな勢いですからね。はい、東京のね、2400m 両馬ともにですね、それほどパフォーマンスを落とすとも思えませんし、はい、やはりここにね、食い込んでくるってなると、非常にこういろんな要素が重なって初めてこう食い込んでくるのかなと思いますので、当日の馬場ですとか、枠順ですとか、そういったね、大きなマイナスな不確定要素にならなければ、やはりジュエラー、シンハライト、非常に有力な2頭になりますよね。そうですね、そしてやはり未対戦の組としては、先ほどおっしゃっていただいたチェッキーノですね、この馬もかなり切れ味のある馬ですからね。この馬もですね、やはり人気になってしまうかなっていうところなんですよね。3連勝の内容も、非常にこういいですしね。そうですね、フローラステークスもやはり中山のマイルからね、東京の2000、非常にこう臨戦的にどうかなという中でやはり強さ見せましたので、この馬の能力も相当高いと思いますよ。そうですね、そして副平陣ということで見ていきますと、フラワーカップを逃げ切ったエンジェルフェイスという馬もスタンバイをしています。この馬はね、中山の非婚間の2連勝ということで、やはりビッチ数ですよね。この馬よりはやはりロッテマイヤーの方がちょっと面白いかなと思いますよ。あ、なるほど、そうですね、東京コースクイーンカップで3着がありますし、前走は忘れな草賞で1着ということで、こちらも距離が伸びても大丈夫なタイプということになりそうですからね。はい、忘れな草賞の半周 2000m、 これは非常にこうスローペースからね、上がりの競馬になりますので、オークスと非常にこうリンクしますし、昨年ね、記憶にあったらしいですけど、ミッキークイーンがこの忘れな草賞勝ちからのオークスの栄冠を手にしたということで、やはりこの馬も注目になりますね。そうですね、そして3着、桜花賞3着でしたアットザシーサイドなどもいますので、やはり今年のオークス非常に楽しみなメンバーですね。はい、はい、ではですね、続きまして、東京の芝 2400m ということでコースも見ていただきたいと思います。もう皆さんご存知の通り、直線残り200のところからスタートしていきまして、1コーナーまで入っていく形になります。このオークスについてはどうでしょう、やはり距離初めてということでスローペースのイメージなんですが、どのような感じになりますか。はい、当然ね、この距離に関してはもう未経験な馬ばかりですから、はい、当然スタミナというところ、長い距離に向けてということで、失敗材料各馬ともにある中での出走になりますので、早めにポジションを取るですとか仕掛けるですとか、なかなかね、そういったレースになりにくく、ほとんどのレーススローペースになりますので、はい、これやはりスローペースになって団子状態になりますので、経済コストを出るやはり内枠がね、有利になるというのは、これはダービーオークスともに同じような傾向ですよね。そうですね、やはり今お話のありました内枠ということですけれども、やはりそのコースを、内々を通れるということは距離ゾーンが少ないということで、実力を発揮しやすいということにもつながりますからね。はい、8枠のね、ピンクボの馬も割とこう来てるんですけども、やはりやや重の年だったりですね、また昨年は非常にこう両馬場で行われた中なんですけれども、途中からミドルラップになってですね、上がり勝負ではなくハイペースの中で行われたということで、外が来たという決着にはなりましたけれども、基本的には穴を開けたりとかですね、スローペースの時はほとんどですね、内枠の馬が有利、経済コースを取った馬が有利、また穴を開けた馬も、1枠2枠そういったね、枠順に入った経済コースを取った馬がほとんどですから、やはり今年も枠順には注目ですよね。
そうですね、今お話になりました内枠ということですと、例えば2013年1着でした名勝バンボが2枠3番ということですし、その前の年ですね、ジェンティルドナーでビルシーナで決まった年の3着はアイスフォーリスも、これも2枠3番ということで、やはり内枠有利というデータもしっかり出てますね。はい、今の、まあ、両党も9番人気ですし、まあ、ちょっと遡ればね、2006年ですね、あの2番2着にしたの馬番の2番のサイチパンダですね、これもあの福永騎手一緒にこう1枠うまくこう回ってきて経済コストーテの2着ということで、まあ、こういったレースにこう非常にこうなりやすいですね。名所マンボも出ましたけども、はい、まあ、名所マンボあの後々4歳秋以降ね、あの見て分かりますように非常にこうそういった経済コースを利してやはり勝った、またあのエリザベス女王杯も重を利して勝ったということで、はい、まあ、非常にこういろんな恩恵を受けてね、あの G1 をまあ、2つ取った馬なんですけど、そのうちのやはりこの1つオークスに関してはやはり内枠というね、馬番3番にしてこう勝ったと、まあ、能力というよりはそういったね、あの条件枠順の要素ということが、まあ、生きた典型的なね、あの例だったと思いますね、名勝馬場に関しては。なるほど、そうしますとやはり今年もそういった、まあ、内枠を利せる、その経済コースを通れる馬ということについては注目が必要ということですね。そうですね、メンバー見渡してもね、スローにはなるかなという感じはしてましたので、これあの枠順は非常に注目になってくると思います。はい、では続いてですけれどもどうでしょうか、やはり先ほどスローペースというお話になってます、こうなってくるとやはりこうある程度こう決まった決め手を持っている馬というのは強くなってくるんでしょうか。はい、まあ、あの早くあの抜け出すというよりはですね、溜めて切れるというやはりあの早い上がりになりますよね。この早い上がりを使ったあの上がり上位の馬がもうほとんどねオークスに関しては上位優先してますので、なかなか今までの実績の中でね、あのレースの中で最速もしくは上位に、まあ、そういったこう早い上がりを経験できずにこう勝ってしまっている馬とかですね、もしくはその早い上がりを出してるんだけどもなかなか上位入選できなかった、いわゆる後方に位置取りしすぎてしまうですとか、まあ、そういったことを含めてですね、早い上がりを出せる後位からの馬、こういったレース経験を出している馬に関しては当然注目になりますね。なるほど、そういった意味ですとやはり昨年のミッキークイーンも後方からということでですね、見事な末脚で勝ち上がってますからね。はい、まあ、ミッキークイーンはあのね、後ろから行ってという形なんですけど、まあ、それなりにこう達してきたと思うんですけども、まあ、本当にあのハープスターですとか、まあ、そういったね、超一流馬でなければですね、かなりの後方からっていうのは逆にこう厳しくなりますので、まあ、ある程度の位置取り取りながらやはり早い上がりということになってくるでしょうね。あとはまあ当然これあの関連してくるんですけども、はい、注目の血統、特注血統としては毎年のことですけども、ディープインパクト3区、またもうサンデー系の、ね、血が入っているその切れると言われる、まあ、足を持っているような馬、そういった血統、これはもうあの無条件で、ね、あの評価していく必要があるぐらい、このオークスに関しては血統ということが注目になります。そうですね、昨年もやはり1着ミッキークイーンと3着のクルミナルですね、この2頭は父親がディープインパクト3区ということで、さらに2着でしたルージュバックはマンハッタンカフェということで、これもサンデー系になりますからね。はい、まあ、これはもう本当にあのここ5年とか10年とかね、遡っていっても本当にあのサンデー系がほとんどですから、はい、まあ、とにかくそのサンデーの血が入っている馬を狙う、そこからふるいをかけていくというような形でいいと思いますよ。なるほど、となってきますと今血統まではお話しいただきましたけれども、あとはどうでしょう、ローテーション的に気をつけるようなところはありますでしょうか。そうですね、まあ、これはもうね前から言われていることですけども、もうほとんどは桜花賞になりますよね。まあ、桜花賞とフローラステークス、まあ、大体そのいわゆる根幹距離と言われる距離ですよね、根幹距離からのローテーションで来ているような馬、また非根幹でね、勝ち星を上げたりとか強い勝ち方をした馬がですね、この、東京の2400に伸びて、人気でこけるというパターンもこう非常に多くなってきますので、やはりあの根幹距離からの臨戦というようなローテーションでは狙いたいですよね。なるほど、そうですね、昨年の、ミッキークイーンが忘れなぐ最初、これは、やはり 2000m からでしたし、ルージュバックとクルミナルは桜花賞から 1600m からの臨戦という形ですからね。はい、やはりあのチャンピオンコース、チャンピオンレースというのはね、あの根幹距離ですから、あの一番ね、日本の競馬場の中でやはり力勝負になります、この東京競馬場、その中でも 2400m ということで、やはりあの根幹距離での実績というところも見てほしいと思います。はい、ではどうでしょう
しょう、そろそろ、現時点での注目はお願いできますでしょうか。はい、まあ、有力は非常にね強力なので、そこにつけ入る隙があるかないかということで、まずあの第一段階は見ることになるんですけど、まあ、そういったことをこう度外視した中で穴を開けるであろうということで あればやはりこの早い上がりをですね使える、またそれなりのポジションが取れる上がり馬、この馬を注目馬として挙げたいと思います。無料メルマガの方で発表したいと思いますので、まだ無料メルマガの方に登録されてない方はこの YouTube の動画説明文の一番上のところに、ジマムさんを通した無料メルマガのリンク貼ってあります。こちらの方から登録してください。また週末にはこちらの無料メルマガで一頭一頭のオークス馬のオークスに関するこの出走馬の詳細な分析等も無料メルマガの方で、発表させてもらっていますので、そちらも含めましてぜひまだの方は登録してください。また有料重賞メルマガの方も、2016年、今年まだ回収率の方、プラス計上しておりますので、まだ、ご検討されてない方はそちらの方も見てもらえればと思います。同じく YouTube 動画説明文のところにですね、レジマグさんを通したリンクで貼ってありますので、詳細そちらの方から見てもらえればいいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは2016オークスを見ていただきました。失礼いたします。